使うようなですね。かけてください。16章の25節ですね。
寝られるということはね、
当たり前に、夜寝れるのは当たり前にと思うかもしれないけどね、それ寝られへん人も持ってるわけですね。まあ、それ以外にね、なんだ、痛みが取れない、なんだか知らないって痛いから、アルバイトがね、どこかあちこちない、なんか痛い、あとは頭痛が、慢性的な頭痛がするとかね、なんかしゃべると、腰の痛い人とかね、そういう人が多いですね。だからその場合はね、薬を注射をつかね、そういうことでね、お医者さんは痛みを取り除いてくださる感じなんですけどね。でもまあ、それをしないと解決しないというかな。それでそれをやめたら、なんだ、そのだけなんだ。その川口兄弟を導いたね、そのだけなんか病気に出たから、その飲んでる薬が原因であるということが分かってるらしいんですけどね、それをやめるとね、今度は何か病気が出るんだろう、何だっけ、忘れました。藤井さん、すいません、だからやめられへんって言ってね、何だっけ飲んでるお薬をやめたら、その目がこういうふうに閉じるんだけど、開くようになるけど夜寝れなくなっちゃう。目が閉じる、目を閉じるんだ。死ぬと目が目を閉じてしまうというね、そういう病気があったんで、それが飲んでたわけ。それがまた、なんかまた病気になるんだ。なんかちょっと副作用もあるようなこと。そう、やめると眠れなくなっちゃう。やめるとか眠れなくなるとか、なんか副作用があってね、いろんな病気を生まれてるというね、いっぱいありますね。でどうしても薬をやめることができないというね。それでしかもね、その副作用を抑えるためにまた薬を飲むとね。でそれはまたそれでまたです。ある種の病気、別の病気が出ると、それを抑えるためにまた薬を飲むということで、薬を何錠も飲まなければならない人が結構多いですね。それはね、結局肝臓とか、ホルモンのバランスを崩したりですね、なんか、どうもおかしな病気になりますね。そういう長いこと薬を飲んでおりますとですね、そういうな病気を生み出すというね、ちょっとぐらいなんだでしょう、一時的にはなんですけど、大したことはないんだけど、長く続けているとね、どうも体の方がその薬に耐えられへん、そういうところもあるようですね。で、またね、そのやったら何だけども、お医者さんの方もですね、その薬を出すことによってですね、まあ、病院の、経営がね、だいぶ助かってるというかね、だから薬、お医者さんも薬を出すというね。それで日本の国はね、世界で最も薬を飲む国民であるという、そういうらしいですね。さあね、本当ならね、もう全部やめてね、健康であったら一番いいわけや、ね。僕はそれを言うんですけどね。今まで飲んでたら、やめたら、それなんか恐ろしい、やめられない。
完全にやめたら治るという言うんですけどね、ちょっとこうなんか僕を見てね、あんまり信用できへんなというね、あの先生が言うならね、あのね、ちょっとね、眉に唾せだからね、このね、考え言う、ね、そういう思うというか、そういう感じでね、本当ですけど、もう完全にやめたらすっきり。今日のね、話もね、牢屋に入れられましてね、そこを落し出すということがね、無実の罪に入れられるね、それでもう、何ですか、そのままでおったら、もしかしたらね、ずっと流行っとらないか、あるいは死刑になるかもしれない。まあ将来を考えるとですね、不安でしょうがない、ね、心配でしょうがない。ところがね、この二人はですね、歌ってる、ね、牢獄の中で賛美してる。あれなんじゃろうなって思ったよね。まあ聖書で書いてありますからね。まあそんなことだよ。本当に歌ったのかな、歌う人もいるかもしれない。いや、この信仰者、パウロとシラスはね、まあ、本当の信仰者ですからね、どんな環境にあろうと、ね、逆境にあろうとですね、もう感謝する、そして主を賛美する、ね、祈る、そのことを忘れなかった。私たちはね、常にそうであるなんかあるべきなんですね。普通考えたらね、もうね、もういろいろあるやん、ね、まあ、大体先立つものがない、ね、先立つものがない、何かしようと思うと、まず先立つものがない、ね、それからね、もう先立つものとほとんど同じだ、ね、病気が、ね、進んでおると。先が短いってね。まあ、いろいろ病気もあるし、年もあるしね。もう考えたら、どっから考えても、将来がないっていうね。そういう人も、まあ、おってですよ。ね。もういろいろと、もう考えたら、友達もいない、家族もいない、ね、で自分の後取りもいない、ね、もう先立つものもあれへんと、ね、そして、昔は何をしてたんですか、刑務所におりましたとかね、なんかあるいはなんかそういう施設に本人おりましたとかね、本当のことがね、履歴書に書けないというかね、で嘘書いたらバレてしまうとか、そういう人もいっぱいおってですね、パウロとシラスという人がね、イエスのスタイルを働いて、彼はイエス様を信じてる、そのことだけでね、どんな環境に置かれてもね、境遇に置かれてもね、神様に感謝する、賛美をする、祈る、そのことは忘れなかった。どれなのにへちゃらだって、それはもう神様がそうさせられたんだからね、これはもう神様のお示しや、ね、どんな境遇に置かれようともね、信仰者はそういう境遇におらんといけませんよ、ね、信仰者は神様を信じてんだからね、神様は味方なんだから、何も恐れることはありません。神様だって、神様が守ってくださるんだよ。
問題あることも解決してくださるんだよ、ね、それはね思うとね、なんかね、何一番でいつもブツ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 言ってたりないたりね、もう悔やんだり、なあ、ほら、そんなこと全然しない。ね、だって神様が宣伝したらだってね、もっとね、元気なんだよ。ね、神様が信じてる私たちがね、何せブツ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 悔やんだりたりね。人を恨んだりね、まあマイナス的なね考えをね持つのはやめておきましょう、この際ね、で神様が賛美したら、なんとこの場合ね、なんとね、これを2つ書いてあるな。賛美の歌を歌って神を祈っていると、ね、賛美だけじゃない、まだ祈りだけではない。まあ、普通だったらどっちかやな。まあ、祈る。ね。祈るんだけども、あんまり歌う気にならない。ね。あれ、賛美するけど、歌を歌うけど、あんまり祈らないというね。両方二人同時にやってたというね。賛美しながら祈ってた。どっちが先だったか後だったか分かりませんけどね、両方やったわけやな。そうさ、不思議なことにですね、八つの前にあるか、ね、他の囚人たちもね、これを聞いてたと、ね、あの人たちがどういう人なんだろうと、ね、まあみんなに同じ牢の中に入れられて、集団で入れられてたからね、独房じゃないんだよな、まあ、牢屋の中にもいろいろあるけどね、集団で入れられる場合もあるし、個別に入れられる場合もあるね、だからもう祈っていうのを聞いて、賛美してるのを聞いてたというからね、それは一緒に入ってる、ね、仲間がいたんだろうな、ね、それではね、突然大石のことだったんですよ。料理の土台が揺れまくったんですよ。いやー地震ってね、まあ、それだけでも怖いわ。ところがその時にですね、なんとね、料理の戸がみんな開いたんですよ、ね、しかもね、鎖が外れてしまった。ね、不思議な話だな。地震が、ね、南部地震が起きたってね、寮が開かない、なんそんなんで開くような寮だったらね、おかしいもんね、南部ねだけど寮が開いてしまうような地震が起きた。それから関係全く関係ないと思うよね、鎖でつながれてね、取れてしまった。揺れたは建物が揺れたよ。自分、私、人間が揺れたわけや。いや、それは当然揺れる人間も揺れたからかもしれんけど、普通ね、人間がさ、ちょうちょ揺れ動くまね、振り払って取ろうとしたって、ね、取れないのは鎖や。ね、だから取れてしまった。神様、不思議なことされるな。これだね。私はどんなね、まあ、環境に置かれてもね、今日もにあってもね、もう神様を信じる私たちがね、賛美するし祈る、ね、楽天的に考える、でくよくよしない、ね、祈りを忘れん、ね、そしたらね、みんなね、問題解決するんですよ。これとね、同じようなことを、旧約聖書のエリアの経文を、ちょっと3巻まで書いてるわ。
列王記上の17節開けてみようか、ね、17章ページ数で見て何ページ、列王記あんまり旧約聖書は持ってる人は取らないの人に見てもらった、列王記を列王記と歴代と561ね、干ばつの預言者旧約の561ページ、列王記17章7章上の会場の部屋から見て
ってきて、川へ渡し、来なさい。あなたの息子は生きていると言った。女は言っていた。今私は分かりました。あなたは誠に神の子です。あなたの口にある主の言葉は真実です。アーメン。これ分かりますか？ね、もうね、何もあれ、危険がないと続いてる。干ばつ、トンネルが取れない。食べるもあれ、ね。もう死のうか。もう最後の人に一握りのパン、メリケンコ、パンを持ってですね。もうそれ食べて死のう。と思った。母親と息子。ね。そのところに行ってですね、あんたあのね、それ今パン作って私にください。でエリシャが言った。エリアが言った。ね、要はそれ言った言うたと思うわ。エリアがね、つないでた。ね、いや、私もね、同じようなことしてんねん。釜ヶ崎で伝道して、伝道しようかに献金を募る。同じや。金のあれへん人は、ね、献金しなさい。ね。それで献金回すんだ。それとわかるんですけど、献金されます。お前何しようねん。みんな怒るよ。金のあれへん人からなんで金集めんねん。ね、いや、その後に献金ね、させたらいいんですよ。たとえ1円でもいいんだよ。ね、神様に捧げるということが大切だからね。あの、献金僕回すんですよ。ね。そしたらね、わずかなお金ですけど集まりますよ。ね。まあ、1000円か2000円かね、集まる。みんなが10円ずつ集めたってね。10円ずつ集めるって1000円になるからね。だいたい金曜日は150人ほど来られれば、ね、それで、あの、まあ、私たちスタッフの人もおられますから、ね、その人たちは信仰名前がね、あの、スタッフというか感じの人に奉仕される方、クリスチャンの方もおられますから、その方は、まあ、500円か1000円献金されますからね。まあ、時たまそういうこと、新作者がね、500円も貼る、もう見ます。だけど、大抵1円か10円かやな。ね。そんな献金集めて何日か。額はものすごく少ないです。そんなもんせんかったらええかもしれませんし。私もそう思うんだ。だけどね、この献金っていうのはね、その一部を持ってね、一部を持ってね、全部を捧げるということを信じてね、やるんです。そうするとね、神様は祝福される。実際にその行動を起こす信仰ってのは何かというと、自分を神様に捧げることなんです。自分の全てを捧げる。それが信仰です。神様に捧げるんですよ。神様に委ねるんだ。委ねる。全てを委ねる。神様は私というのはね、皆あなたに生かされてるんだ。私の人生はあなたのものです。私のものはありません。そういう思いを持って、ね、全部その捧げるのが信仰の者の心の構えですよ。信じています。クリスチャンになりました。言うてもね、全然信じてない人が多いんですよ。やっぱり多いんですよ。それでも、まあ、クリスチャンだけ、名前だけクリスチャンとかね。そういうことは、ね、残念ながら多いんですけど。献金というのはね、そういう思いを持って、ね、聖書の一部を捧げる。
けどそのことによって全貌を定めるという実際の行動を起こすんですよ、ね、そうするとねその全然そんな気がなくてねそれをしたことによってね何か知らんけどね信仰が持てるというそういう不思議なところがあるんですよ私たちはねそれは献金ですそのことを何の仕事もあれへんしね今日どないでしょうか寝るところもあれへんしどないでしょうかもう差し迫って食べるのもあれその人たちがねわずか1年か2年間の捧げられたらねなんとねいっぱい恵みいただけるんですよそういう実際的なそういう行動をね進める、ね、そうするとねなんかね祝福されるんですよそのねその前にねそういう集会を主導する人がねこんなもんねしたってね何なのかと思ってまうんですよどうせ大した金集まれへんのかって ねだけどそこでだかわいそうやと思ってもねやるんですよもうむしろかわせと思いますよ、ね、エリアさんもねこの人たちね今からそれ食べて死のうかと思うねそれでそれを俺捧げると言うたと思うわ、ね、それだってねなんとねもう何本取っても何本あり作ってもね、常にあるという不思議なことが起きたわけだないやこれと同じ話がね実は実際あったやな誰やったかななんて言ってたかな日本の場合はね米やねあのなんだ米蜜か。米を入れるね。米蜜、箱があるやん。ね。それを、これから、その家族の分のね、あのご飯を取って炊くわけね。その米蜜がね、もうほとんどあれへんの状態の時にね。ね。あの、神様のためにそういう状態を捧げるという。ことをやった人だったもんな。そうしたら、なんぼ米水からね、その米を取ってもね、同じようにあるって。そういうね、不思議な体験をしたという人がおりますけどね。いやいやいや。こういうね、この2000、こういうね、不思議なことも起きるんだよね。奇跡はね、今も昔も変わらない。ね、何もそういう。そう食べるものだけじゃなくてね、すべてのことに言えるわけですね。で、これ戻りましてですね、このエリアの場合はね、エリアの場合、そしてこの信じて、女の人とその息子のね、17世紀以下は、死んでまうわけね。それがね、死んだ人が、ね、生き返るとね、不思議なことが起きますね。それでまあこの、そういうことを頭に入れておきまして、元へ戻りましてですね、行伝16章のね、25節以下のですね、奇跡だ。もうこの漫画に書いてますな、私いつもこの漫画を見て面白いなと思うんですけどね、アンチがエクトの、ね、パウロとしてはさ、獄中でも賛美をしたんです。一番ね。ね。これ、漫画ね。全然漫画をバカにする人もいるんですね。
나한대로붙잡아야돼가여기서어머따지금나도그때다리다리나다리무슨다리다나この漫画が真ん中に書かれてることによってね、この原点、文章の原点が生きてくるな。あのね、そういうカットとかね、絵とかいうの、不思議な力がありますね。それを原点を生かす力が。思いません？そんなこと思いません？何でもそんなの感じへんと感じへんと、まあ、そう思われる方もおられるんですけどね、それはあんまりね入れますとですね、最近の女にはあの絵ばっかりが多いけどね、文章ほとんどなくて絵をあんまり絵本みたいなそういうパンフレットが多いと、あんまりそこまでいくとね、まあちょっと考えますけどね、そういう絵でもってね、訴えるっていうかな、文章を生かすこともできるし、絵も生かすこともできる、両方生きるね。それで、まあね、これ、私、このね、これは、まあ、この登場人物の漢字やな、パウロとシラス。ね、どっちがパウロか、どっちがシラスか知りませんけどね、まあ、なんか二人とも幼稚園という人、一人と一人と一人で、ね、パウロとシラスはもうだいぶ、もうだいぶ年取った、ね、おっさんや、ね、おっさんの二人や、だけどこの漫画ではなんか少年、まあ、子供と永遠になってますけどね、そういうで よろしいよ、それでいいんですけどね、ちょっとこれもうちょっと大人の、ね、風にしてくれてくださいませんかって注文はしません、ね、子供みたいでいいですよ、あのね、この私の漫画ね、あの日本中のね漫画なんだコンクールじゃないわ、甲子園っていうのは、ね、余談ですけどね、あ、もう時間が、うん、まあ、面白い話だからいいでしょ、甲子園球場かな、西宮球場、なんかあの辺で、あの全国の漫画の自主出版の漫画ぐるぐるね、なんかそういうのやってましたね。それで私も見に行きましたけどね。あのね、漫画っていうのはね、どうしてもね、主人公ね、とそのね、漫画描いた人とね、同じ感じになるんですね。うん、おかしいな、不思議なことなんですよ。で、こうパッと漫画見てね、漫画こうバーッと並べたりだ、ね。で、バーッと見て、その本に書いた人なんか同じ感じがする別のところでパッと顔を見て著者とね、あ、著者いるのかな、漫画とか書く場合は著者、漫画書く人なんていうの、筆者とか、ね、絵がいた人、ね、漫画書いた人ね、その主人公の人物と漫画の人物と似た感じですね、似たるわ、ね、あ、面白いなと思うね、それを出してるけど、まあ、書けないんだな、やっぱりな、うん、それでね、こういうになってるんだけど、それでいいんですよ、ね、いや、それでね、やっぱりこういうふうにね、描くことでね、また発見することがあるね、一つの文章もね、文字だけでもね、想像する、あれ空想するね、その力っていうのは人によって様々ですから、ね、違うかどうかあれば、で、この絵、漫画にね、描かれたのを見ましてですね、
あ、こういうことかという新たな発見もそうだけど、多いですね。まあ、だからね、漫画描かせないね。すごく私は思いますよ。はい、ね。まあ、それでね、まあ、これね、こういうふうに書いてあったらいつもいつもね、感謝ですね。こうして4コマ漫画でね、こうしていつも書いてくださることをね、いつも感謝してますよね。で、文章も生きてくるね。そしてそのことによってね、信仰も生かされるっていうね、そういうふうに感じますね。ですからいつもこれね、楽しみにね、どんな漫画が送られてくるかね、非常に楽しみですね。これはね、まあ、大体ね、大阪のね、ホームレスのお子ちゃんたちに配るんですね。だからみんなこれ、まずこれ見るわけやな。文章を見る、ね。そんなもんですよ。それでね、大体のね、文章の意味をね、大体理解されてるというね、まあ、そういう、そんな感じですけどね。ですからね、神様の恵みがね、一発分かるとかね、文章を読まなくたって分かるとかね、そういうふうにね、20、30にね、訴えるね、それ以外にね、賛美をするということね、で、そしてまた祈るということでね、神様の恵みをね、いろんな方面からね、悟るというか、感じるということがね、大事だと思いますね。時間やね。ね、こういうね、奇跡が起きるんですよ。ね、これ最後ね、もうね、これは自殺すると、ね、この漫画や 3番目か、これ自殺しようと言ってね、またこれ大きな刃物やなという、ね、これこんな大きなものでね、その当時ね、囚人たちが寝てしまったと勝手に思ってね、でもこれではね、もう死ぬしかないって言って、もう死刑や、ね、切腹やというね、もうこの地方では切腹でもないかもしれないけど、死刑にされてしまうというね、条件を置かれたときにですね、死んではいけない、ね、私たちはここにいるというね、そういう声を聞くんですね。パウロとシラスはてっきり逃げ出したと思ったらね、逃げとはいんねん。ね。だから、やっぱりこのパウロ・シラスはね、やっぱりやれきてやな。普通やったらパッと逃げ出してね。なまね、あいつらの、ね、役人がね、こう、監守というね、要領を番組にしている人たちのことなんかね、考えとけ、というね、パッと逃げ出すんだけどね。この人も、パウロとシラスさんも考えた。俺たちが逃げ出した場合がね、あの人たちはどうなるかなと思ったらね、あそれはまず仕事はクビになるな、絶対のクビな。いや、それ以外にですね、もうちょっとしたら、この死刑にされてしまうんじゃないかな、というね、これ考えるとね、逃げ出していないんだよな。ね、そして止めた。ね、死んではいけない。私たちは逃げとへへ逃げていませんから。というね、いやー、逃げるんやなー。ね。で、感じてね、それでね、なんとあとあるやん。朝になってですね、釈放しようっていう。朝になってね、高官たちに下役を差し向けて、あの者どもを釈放せよと言われた。なんて。捕まえてたのに、もう裁判を受けて、もう死刑になるかもしれないって言ったらね、なんとね、釈放じゃないと、命令があった。そういうね、目の前でありますね。で、なんで釈放しなきゃいかんかというと、ローマ帝国の市民権を持ってるんだと分かった。それで、そういう人たちも捕まえるということは、一度まずいぞということが分かったということなんですね。これは、何の話をしてるのかというと、その当時のね、
帝国支配というね、そしてそのことによってね、特別の、ね、身分も与えられた人です。だからローマ帝国の市民権を持つという、持つ人はですね、ちょっと簡単にはね、逮捕できない。今では考えられないね、特権があったわけです、そういう市民権を持つ人はね。それでね、よく調べたらね、パウロとシラスさんがね、その簡単に目の上にぶち込んだりね、死刑にしたりとかね、それはまずいということをね、分かったという人なんですけどね、この意味分かりますね。そしてそういうことを考えた時ね、これはどう考えても、パウロは何も罪を犯してね、死刑にするような、値するような罪を犯しないというのが分かりましたね、釈放しましょう。ね、だから私たちはね、もうどんな場合でもね、神様の恵みを与えるということを信じてね、そして問題が解決されるということを信じるということですね、必ずね、こういうふうにこう導かれるわけですね。ちょっとしたね、ね、牢屋に閉じ込まれるとかね、なんか命を打たれるとかね、もう考えたら、将来も先がないっていう、ね、それで悲観的になってしまう。自殺するのはね、この監視じゃなくて牢屋を万人じゃなくて、むしろね、牢屋に入れられたね、パウロとシラスの方が自殺するということが普通になる。そういう状態になってしまうんですよね。それを選んでなくてね、自分たちがね、もうそういうことやな。話はね、こういう地震が起きたことによって、話は全然反対なことに起きてしまう。神様はそのようにね、恵みをくださるんですね。だからどんな場合でもね、いつも神様を賛美する、感謝する、そして祈るということね、忘れないようにしたいですね。はい、では私はお願いします。